石岡駅は、茨城県石岡市国府1丁目にある、東日本旅客鉄道常磐線の駅である。当駅は、石岡市の中心部に位置する同市の中心駅である。かつては、鹿島鉄道線との接続駅であったが、同線は2007年4月1日に廃止され、現在は JR の単独駅であり、常磐線土浦駅北の駅では、友部駅と並び特急列車が停車する主要駅の一つである。上り、下りとともに、日中は、おおむね1時間に2本の普通列車と1本の特急列車が停車し、当駅を通る、ときわの全列車が停車する。旧、八郷町中心市街地、日立国総社宮、日立国分寺跡と、都々井坪千華堂、茨城空港の最寄り駅である。事務官高度は421,108。単式ホーム1面1線と島式ホーム1面2線、計2面3線のホームを有する橋上駅になっている。上りのみ、島式ホームとなっており、特急退避が可能である。橋上駅舎は2015年9月5日より一部、供用開始、2016年3月工事完成。改札口は1カ所で、東西連絡通路とつながっている。直営駅であり、高浜駅と羽鳥駅を管理している。駅舎内には、緑の窓口、自動券売機、指定席券売機、スイカ対応自動改札機が設置されており、スイカ専用通路もある。旧駅舎内に出店していたコンビニエンスストアのニューデイズは、橋上駅舎工事に伴い駅舎外のプレハブ小屋で営業していたが、現在は新駅舎2階の改札口の隣にて営業している。1番線ホームに立ち食いそば店があったが、2007年5月に閉店した。また、2.3 番線ホームに出店していたキオスクも閉店している。また、橋上駅舎工事に伴い旧駅舎内に出店していたパン屋も2013年12月に閉店した。当駅ではATOSが導入されている。また、当駅には、日暮里駅起点80キロの距離表がある。2007年4月まで、鹿島鉄道のホームが隣接し、改札内に、鹿島鉄道の中間改札がある方式となっていた。構内には、車両基地の石岡機関区も置かれ、鹿島鉄道のすべての車両が留置されていた。また、貨物、臨時列車用の4番線も存在していたが、2005年3月に撤去された。鹿島鉄道のホームと施設は廃止後すぐに、ホームの一部を残して解体され、跡地は駐車場、更地となっていたが、南大循環、小川、玉造、鉾田、茨城空港方面の貸し鉄バスが発着する BRT 専用バスターミナルが整備され、2016年9月1日より使用開始となった。3番線は、上り専用の対比線となっている。かつては、当駅で頻繁に特急通過待ち合わせに使用していた。現在は使用頻度は少なく、朝1本と夜2本、1日3本と一部の貨物列車のみ。1990年代から東洋メディアリンクス制作の発車メロディを使用していたが、石岡市からの要望により2016年9月1日に同市ゆかりの楽曲をアレンジしたメロディに変更している。これは、同市の駅周辺整備事業の一環として行われたもので、市内の高校生や音楽関係者ら8人による検討会が候補に上がった18曲の中から選曲を行った。2番線と3番線のメロディはいずれもスイッチの制作で、編曲は福島直也が手掛けた。JR 東日本によると、2019年度の1日平均乗車人員は5591人である。土浦水戸駅間の常磐線の駅では、赤塚駅に次いで2番目に乗車人員が多い。毎年9月に、駅西側の中心市街地で行われる、日立国総社宮滞在の期間中は、乗降客が増加し混雑する。また、航空自衛隊百里基地の、百里基地航空祭、開催時には当駅から臨時バスが運行される。なお、近年の推移は以下の通りである。石岡市中心市街地の東端に位置する。当駅の所在地である国府の地名は、かつて日立国府が置かれた地であることを意味する。石岡市街地は歴史の古いレトロな建物も多く、当駅から徒歩で散策できる。駅前から伸びる道には小規模の商店が軒を連ねるほか、駅周辺にはビジネスホテル、旅館や飲み屋も立地している。一方、当駅の東側には石岡市役所や茨城県立石岡第一高等学校がある。また、駅周辺には市営の無料駐輪場が設置されている。空港バス発着口バスターミナル路線バス乗り場は2つに大別される。停留所名はどちらも石岡駅である。なお、常磐自動車道、石岡バスストップは駅前になく、西口からの林経由柿岡車庫行き、西羽黒停留所下車である。当駅に停車する特急、常盤の隣の停車駅は列車記事を参照。注釈失点報道発表資料新聞記事。ありがとうございます。